通常食パンといいますのは小麦粉に対して、生地を練る際ですね、小麦粉に対して約7割ほどの仕込み水を使用いたします。その仕込み水の代わりにですね、ミルジさんのジャージ牛乳を使用しておりますし、また今回ですね、練乳も付け加えさせていただいておりまして、非常にですね、牛乳を使うことによりますパンのソフト感、また風味、そして練乳を使ったことによりますさらなる風味が向上しております。通常であればこういうロールパンといいますかコッペパンみたいなパンにはですね、ジャムですとかマーガリン、またあんこなどをサンドして販売させていただいておりますけれども、今回ですね、このせっかくこの美味しいミルジさんの牛乳を使用しているということもありますので、あえてそういうサンドはさせておりません。非常に噛めば噛むほど甘みですとかそういううまさが出てくる商品となっております。こちらの電車パンです。これは私が初めて10月にゆり鉄さんにお邪魔した時、保育園の児童が電車に乗って駅に着きました。で、電車から降りて電車の絵を写生してたんですね。すごく微笑ましくて、本当であれば幼稚園バスで来て電車描いて帰るっていうことが、実際に乗ってきた電車を描いてるっていうのがすごくあったかい地域だなと思いまして、ぜひ子どもたちに喜んでほしいっていうので、笑ってる顔のついた電車、新しく3月に入る車両も入れて3人トリオみたいな形の電車パンというようなパッケージに、より本庄市八島がどこにあるのかがわからない人はきっと県内にも多いということで、こちらちょうど沿線の地図ですね、これを蒸しパンの包材に入れました。駅名も全部12個入ってます。八島から本庄、御本庄駅までの12個全部の沿線が入ってて、あ、ここ走ってるんだっていうようなことを食べながら見ていただければと思います。こちらも生地の方に、30% ジャージ牛乳を配合しております。そして、粒あん、あと真ん中に、ミルクチョコレートですね、こちらの三重構造に、なった製品となっております。餅と粒あん、あとまあ、ミルクとチョコレートということで、和菓子、洋菓子のテイストの入った製品となっております。こちらは、チーズクリームを使用したレアチーズ生地に、ジャージー牛乳を 20% 配合しまして、スポンジとそのレアチーズというシンプルな組み合わせですが、ジャージー牛乳本来のコクを味わっていただける製品となっております。各6種類全部裏面に地図、八島の地図ですとか、イベント列車の説明ですとかミュージーさんの説明、ここに入っております。食べながらパッケージも楽しんでいただけるような提案にしてますので、こちらでご紹介いたします。ありがとうございます。